高見川市中前の町からお伝えしますこちらでは突風によって物置が飛ばされる被害がありました現在草の中の茶色い部分にその物置が立っていたんですが突風によって隣の田んぼ現在少し削れているところに物置の一部が飛ばされたということです高見川市によりますと市内ではここを含む2カ所で倉庫の屋根が吹き飛ばされました,また,たまた倒木も19カ所で起きていたということです 飛ばされた現場では午後3時ごろから岐阜地方気象台の調査員4人が来て現場の状況などを確認しましたまた JR 高山線はたた倒れた木と列車が接触して一時運転を見合わせるなど昨日の雨や風による被害が相次ぎましたいずれもけが人はいませんでした気象台の担当者によりますと昨日は積乱雲が広がっていていつ突風が起きてもおかしくないそんな状況だったということで現在原因究明を進めています それにしても鈴木さん物置の屋根が吹き飛ばされるぐらいの突風って近所の方も心配だったででしょう、ね、そうそすね、住民の方にお話を伺いますときのうは嵐のような雨、嵐のような風だったということで場所によってはです、ね、竹林であったり木が倒されていた場所もあったようです。はい、分かりました。